上がっていこう。やべ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 。エスクトリームゲームズ。はい、こんばんは、エスクトリームです。さて、今日もスプラトゥーンやっていこうと思います。今日はですね、ちゃんとね、動画を編集してお届けをしたいと思ってるんですけれども、はい、装備はこんな感じですね。いつも通りのノーゼラス79と一足、それから安全靴と、まあ、ジェッパ使うのでね、この受け身術と、あとまあメイン性のアップとか、スパジャン短縮とかですね、その辺を、まあ、ちょっとずつ積んでるというギアでやっていこうと思います。はい、ザトーマーケットの縄張りバトルやっていこうと思います。はい、ノーチラスなんでね、縄張りはそんなに得意なルールではないんですが、はい、相手の射程とかを見ると、ちょっとラビ別注だけがね、ちょっと射程長いで、それ以外は基本的にあんまり力をやらないでやれればなと思いますね。ラピアスこういうね、多分右から上がってきてるね。うん、左から向くね。うん、オッケーオッケー。そこね、うわ、やられた。うん、多分あれ自陣入ってくるかな、帰ったかな。塗りではちょっとね、勝てないから、やっぱりちょっとキル取っていかないといけない。あ、やべやべ、どこだ、そこらへん、そこらへん、よいしょ、 OK、 上がっていこう。やべ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 、助かった助かった。もう左に聞こえなくなったぞ。ね、そこね、よし、逃げられた。危ない危ない。うん、後ろ後ろ後ろか。それなりにやれてるかな、そっちかな。よいしょ、ナイス。うわー、あいち、ナイス、オッケーオッケーオッケー、あと23秒。ちょっとその辺ね、混雑してるのが気になるけど、よいしょ、そこね、オッケーオッケー、ナイス。うん、勝ち、オッケーです。これね、それなりにノーチラスのいいところを生かした戦いできたんじゃないかなと思いますね。2回と取ってるじゃん、 OK。 10パ打ったっけ、はい、もずく農園の縄張りバトルやっていきます。モズクはちょっと広いので、あんまりね、こう塗り力が強くない武器はしんどいのかなと思うんですけど、相手もね、射程が全然長くない、
武器なので、あのそういう意味ではちょっと目立っていけるかな、この辺。 OK、なんか結構やれた。この辺ちょっと陣取ろうかな。そこね。よいしょ。やべ。なんか誰かやってくれたわ。ミサイルか。強いね味方。こっち左入っとこう。やりすぎた。うん、左から1枚そこね。ナイス。それね、カーボン。あれ、逃げられた。逃げられた？任せていいかな？ナイス。うわ、なんか今、ぬるっと前に行ったような気がしたな。気のせいかな。右からかな。この辺ちょっと置いといて。足りる。2枚。左。オッケー。ナイス。左。うわー、投げてきた。突っ込んでくるならね、あの決め打ちでいけるかなと思ったんだけど。うん、うわー、塗り返せなかった。だかな。いやでも相手陣地ちょっと残してるし、塗り甘いから勝利ウェイ。という感じでね、はい、まあ、これもなんとか頑張れたんじゃないかなと思います。やったー、勝ったー。はい、ということでね、今あの2戦見ていただいたんですけれども、どちらもノーチラスのキル速とそれから射程あたりを、まあね、あのもっと上手い人たくさんいますけどね、あの垣間見れるような感じの動画になったんじゃないかなと思います。はい、これからもねノーチラス引き続き使っていこうと思いますので、ぜひ皆さんもノーチラス使ってみてください。とってもねキル速が速くて射程も長いのでキル取れると思います。はい、あのそんなこと言っててね、あのまあ、いつもはねこんなにうまいこといかないんですけど、はい、まあ、いいところだけをね動画撮ってます、あのお送りしてますので。ということで、はい、まあ、また、今回ね短めの動画でしたけれども、引き続き配信とかライブ配信とかもやっていきますので、ぜひご覧ください。ということでエスクトリームでした。また見てね。バイバイ。